はい、皆さんこんにちは、橋本です。今日は、クレンジングオイルについてご説明していきたいと思います。皆さんクレンジングは何を使ってますか？クレンジングの種類はクリーム、ジェル、ミルク、今流行りのバームオイルとかいろいろありますよね。で、橋本がおすすめするクレンジングというのがオイルタイプになります。でプチプラコスメで、私が今まで使った中で良かったなって思うクレンジングオイルをご紹介したいと思います。で実際にですね、汚れ落ちとか乳化の具合とか、洗い上がりがどんな感じかとかっていうのをここで検証していきたいと思います。はい。で、激戦したんですけれども、私が気に入っているクレンジングオイルがこれです。で、橋本が実はですね、クレンジングはですね、オイルを使い続けてもう、20年ぐらいになります。クレンジングは、オイル1本で来ました、今まで。これは周上村さんのおかげかなってちょっと思ったりしてるんですけど、オイルがない時は油性タイプのものを使ってました。必ず油性タイプのもの、クリームとか、ミルクとかを使ってました。なぜかと言いますと、化粧を落とすということはですね、お顔についてる油分とか水分、汗とか皮脂とか、もっと言うと酸化してしまった皮脂とかを落とさないといけないんですよ。もちろん赤とかもそうなんですけれども、その場合に水溶性のものだと落ちきらないんです。よくそのオイルはあんまりちょっと肌に良くないとか、毛穴が開いてしまうんじゃないかとか、オイルが残ってしまうんじゃないかとか賛否あります。でもクレンジング剤はもう、どれも、化粧品どれも賛否あると思います。でその中でこれ一応ですね、全部3つとも無添加と謳われているものを自然にセレクトしてました。皆さんも使ったことあるかと思うんですけどね、ちょっと紹介していきますね。こちらがファンケルのマイルドクレンジングオイル。120ミリで1870円前後です。で、もちろん無添加無香料って書いてます。で、出張の時とか私こういうもう携帯の小さいサイズを毎回持ち歩いて、必ずオイルで落とすようにしてます。はい。で次こちらですね、ピンク色の、これは牛乳石鹸、カウブランドのクレンジングオイルです。150ミリで880円前後、こちらも無添加無香料で、セラミド入りと書いてます。これ保湿成分ですけれどもね、が入ってます。で最後こちらですね、ひたすら大きいクレンジングオイル、こちらは、ドン・キホーテオリジナルのナチュラルオーガニッククレンジングオイルです。はい、これはですね500ミリで760円前後なんですよ。でそう聞くと、大丈夫なのって思いますよね。汚れ落ち大丈夫なのって、肌にねっちょり残らないのとか、カサカサにならないのとか、ねちょねちょにならないのとか、いろいろ考えちゃうと思うんですけれども、これは実はですねかなり優秀でですね、そんなにしっとりはしないんですけれども、私はクレンジングは惜しみなく使いたいタイプなので、高いものを少しずつ使うよりかはコスパのいいものをたっぷり使う方が大好きなんですね。なので私これはお家でも使ってます。はい。でそれぞれどんな感じでね、特徴があるのか、ちょっとこうやって手の甲に顔を見立ててメイクしてますので、ちょっとやっていきたいと思います。はい。まずじゃあファンケルからいきますね。はい、たっぷりいきますよ。ワンプッシュ、うーっと取りました。でこれですね、アイブロウペンシル、アイシャドウで、マスカラは、ウォータープルーフのものをつけてます。スルッとね落ちますね。なんかですね、このなじましてますと、ちょっとあったかくなるような錯覚があるんですね、このファンケルのクレンジングオイルは。別に熱くならないんですけども、はい。でこれ乾いた状態で今つけました。でここで次に乳化という作業をします。乳化っていうのは
オイルベースのものがウォーターベースになることを言うんですね。でここにちょっと水を加えます。今もう白くなったと思うんですけど、今白くなりましたよね。若干乳液のような感じで、これが乳化という工程になります。でこの時点でぬるっとした感触からさらっとした感触になるはずなんですね。でこれがものすごく真っ白になるか、こういうちょっと濁ったような感じのミルク状になるかは、その乳化剤の配合成分によって変わってきますね。でしっかり洗い流します。こんな感じですごいね、もっちりとしっとりとします。洗い流した後は、あの乾燥したことはあんまり、私がそこまで乾燥肌ではないんですけれども、敏感肌で混合肌なのであんまり乾燥するのはちょっと困るんですね。で出張先とかはとっても乾燥してますので、空気がなので洗い上がりはしっとりする方が好きです。はい、でベタつく感じもなくてとてもいいですね。はい、続きましてこちらの牛乳石鹸のクレンジングオイルいきますね。はい、こちらにメイクしてると見立てた手の甲があります。ここにワンプッシュ、これもねすごいねマイルドに、あの低刺激でとってもいいです。こちらの、牛乳石鹸のクレンジングオイルもファンケルのクレンジングオイルも無香料です。完全無香料ですね。原料臭はほぼしないです。はい、これで先ほどの水を加えて乳化という作業をしていきます。さっきのファンケルよりかはそこまで白くはなってないと思うんですけど、洗い上がりはこちらもね、しっとりつるっとします。しっとりつるっとしたすごく洗い心地、洗い上がりのいい感じです。はい、はい、続きましてこちらのオーガニックオイルいきますね。こんな感じで、またウォータープルーフの、マスカラをつけてます。これが、無香料って書いてあるんですけれども、若干ラベンダーの香りがしますね。オーガニック系の香りが優しく香ります。こんな感じです。はい、で今もう乳化してるんですけれども、ここにね加えます。で見ていただいたら分かるんですけども、これが一番ですね真っ白になるんですね。かなり真っ白になるんですね。ということは、ウォーターベースにさっと変わってさっぱり感が期待されます。はい、なので夏場とかはね、感触はねこちらがすごくいいかなと思うんですけど、さっぱり仕上がる。で乳化がこう白くなればなるほどさらっと仕上がる、そして洗浄力も高いということになります。はい、でこの乳化が弱ければ弱いほど肌には低刺激で保湿力があるっていうことになります。はい、で皆さんお分かりいただけたと思うんですけれども、ウォータープルーフのマスカラっていうのはお湯オフと違って専用のリムーバーで落とした方が絶対にいいんですね。でこちらはですね、ウォータープルーフタイプのマスカラももちろん落ちますけれども、フィルムタイプのマスカラも落ちます。お湯で落とさないといけないマスカラも落ちるんですね。ちょっと今ここにつけます。こんな感じで、でこのまま入れると不衛生なので、いつもこうやってティッシュで拭いてからここにいつも入れてます。で現場で、モデルさん一回メイク落としたりとかするときにですね、お湯オフタイプのマスカラをしてるときは、現場にお風呂に入るときの温度ぐらいのお湯ってなかなかないので、そのフィルムタイプのマスカラを落とすときにこれをよく使ってました。はい、今ちょっと喋ってたんですけど、これねちょっとだいぶ浮いてきましたのでなじませてみます。こんな感じでもスルンと落ちるんですよ。
でこれをティッシュで、これは乳化しませんのでティッシュとかでこうやって軽く拭き取ります。なので大事なのはがっつりアイメイク、ラインとかマスカラもウォータープルーフのものをがっつりつけている場合はまず目元のポイントリムーバーか、もしくはこういったものでしっかりまず落として汚れを浮き上がらせてからベースクレンジングはこちらのタイプでやっていただくっていうのが一番理想かと思います。はい、ファンデーションなどはこちらで落ちますの でちなみにこちらはですねプライバシーマスカラリムーバーって言いまして、黒竜堂っていうところから出てるやつで、これコンビニとかでも売ってたと思うんですけど、これ優秀です。多分キスミも同じ成分なのか、ちょっと目に入るとちょっと染みたりする可能性があるので気をつけてほしいんですけれども、はい、これは優秀です。なのでセットで使っていただけたらなって。目元は別でした方がマスカラゴシゴシクレンジングオイルとかで落とすと目の下も色素沈着してきますので、マスカラの色が毎日のことになるとどんどん沈着していってしまいますので、はい、なので別でできたらちょっとね面倒だと思うんですけれども、ぜひやってみてください。はい、でこの3つのクレンジングオイルを特性として分けますと、この牛乳石鹸ブランドのクレンジングオイルとファンケルのクレンジングオイルが濡れた手でも使えるタイプです。でこちらのドンキホーテの分は濡れた手では使えないです。濡れてると即乳化した状態になってしまうのと、汚れがしっかり落ちないうちに乳化してしまうということになるので、これは必ず乾いた状態で使わないといけないという。でこちらはですね、濡れた手でも使える、お風呂でも使えるというタイプです。なので汚れ落ちという点でいくと弱いかもしれません。でもとっても肌にマイルドで肌に優しいです。で逆にこちらは汚れはしっかり落ちます、落ちると思います。ただそこまでマイルドではないですし、こちらに比べると、とても軽い感触に仕上がると思います。はい、で違いはですね、さっきもちょっとお見せしたんですけども、この例えば濡れた状態で、はい、これ濡れた状態でこちらのクレンジングオイル塗ります。そうすると乳化しないですよね、白くならないですよね。はい、でもこれちょっとずつ足していくとだんだんミルクのような形で、これのね成分的にはかなり高度な技術だと思います。こちらの方がすごい処方的には今の処方です。はい、お風呂場で使えた方がいいのでね。はい、ファンケルも同じですね、同じ感じで、大体同じ感じで若干は違いますけど同じ感じになります。でこちらのドンキホーテのねコスパのいいやつ、これ濡れた上に出してみます。もうこれでこの時点ちょっとね白くなるんですけど、これでもうすぐ白くなりますよね。なので半分汚れが残った状態になってしまうんですよ、濡れた状態で使ってしまうと。で変なこのぬめりというのが残ってしまいます。なので必ず乾いた状態で使った方がしっかり汚れは落とせます。はい、違いお分かりいただけましたか。でも本当に500ミリで780円、70円ぐらいって、もう本当に気兼ねなく使えますので、こすらず使う、ファンデーションだけ落とすんだったら全然これでいけます。はい、でこちらはどちらかというと乾燥肌の方とか、敏感肌の方、マイルドに落としたい方はもうこちらでがいいと思います。はい、金額もね、金額でも全然違うと思うんですけれども、はい、こんな感じで違い分かっていただけましたでしょうか。季節とかご自身の肌タイプに合わせて使い分けてみてください。はい、今回はクレンジングオイルのお話でした。また会いましょう。